はい、じゃあ皆さんこんにちは今日は能力試験のね実際の勉強の方法についてちょっと説明をしたいと思いますじゃあ能力試験 N1 も N2 も言語知識と懲戒の部分になります言語知識は語彙の部分文法の部分読解の部分3つになっていますではまずね語彙の部分からちょっとチェックをしていきましょうね語彙の部分で必ず最初に出てくる問題が漢字の読み方この漢字の読み方何がポイントですか まずは、音読みと訓読みを必ずダブルチェックをすることが必要になります。音読みは中国語と似ている発音です。訓読みは日本語だけの特別な読み方。試験に出てくるのは、ほとんどこちらの問題が多いですね。例えば、一番の問題、ね。次世代を何々、若者たちを育成するですけど。この漢字、この漢字、音読み、音読みだと、これは。 担ででですすね担当者を選ぶですでも訓読,み訓読みの場合だとどううでしょう訓読みの場合だと2番だと荷物を担ぐそれから、えっと、ここ、ね、でもここ担ぐだと「ぐ」ですね「こうう」になってますからもう一つ読み方がある答えの方はここは「担う」という読み方になります。 訓読みは音読みは一つですけど訓読みはたくさんの読み方も出てきますこの辺が、ね、チェックをするところのポイントだと思います勉強するときにここの問題になっている漢字だけではなくて他の漢字もねチェックをしていきましょう例えばね、3番背負うとありますけどここもね背負う漢字はこれですよこう確認をしていってください で背負う、それからここに育成するとありますね。育成するについても。こうこ,こで。育てると。育む、ね。音読みの読み方が二つあります。これを自分でチェックする、また授業中に。私の方からチェックを行ってきます。こうやって言葉の貯金を少しずつ増やしてください。そして他にも。他にも読み方問題だと。 あいうえおのうむと濁点のうむ。やいうえおの大小、つの大小。こういう読み方のポイントもあると思います。例えば。その建物は古いけれど。どことなく、何々がある。これ普通は風とか、じょうですよね。でも、風じょうという読み方はありません。風じょうも変です。じゃ、あこれ何ですか。正しい読み方は。ふぜいが答えになります。こう。 うがない。これ背に点々がある。それ細かいところもチェックをしてください。まあ他にもね、例えば普前のぜ普通はじょうで読みますよね。実実じょうじょうで読むときも多いです。また先ほどの訓読み音読みもありましたけど、訓読みだとここは。 情情けそしてこの風「風」「風」の字についても北風北風あら書いてないですね「北風」から「南風」に「風向き」が変わったこちらは「風ですけど。 この漢字だとカザに読み方が変わるこう細かいところをね一つ一つチェックをしてくださいまたこれはもう皆さんよくわかっていると思いますこの店の内装は日本風という読み方もありましたね漢字の読み方日本語一つではないのでこういろいろな音読み訓読みそして特別な読み方それをこうチェックをしていってください漢字についてはこれぐらいになります他にもあと特別な読み方ですね

持つで読むのがポイントですね簡単な感じですけど特別な読み方あまり使わないような間違いやすい読み方も多いです例えば物,物で読むのはこれこですねこれは全部物で読みます食べ物生き物置き物二番の場合だとこれは物で読む植物生物動物三番だと小さいつで読む 物物物体物価物品で4番が持つで読む、ね、荷物書物書作物多分「持つ」で読む漢字は少ないのでそれをチェックする、ね、読み方が特別な読み方だけをチェックするあとは普通の読み方で大体 OK だと思います、ね。あとこの用法問題ですね言葉の用法問題も間違える時多いです。 到底,到底ってどういう使い方ですかこれ漢字を書くと「到底」はダオディ中国語でもありますね。でも日本語でこれどういう使い方しますかと「これ到底」の場合は「到底」プラスと。 日本語の使い方は到底できない絶対に無理だの使い方になりますですから1番だとあの人はいつもここにいるけど到底誰ですかちょっと変ですね後ろに疑問詞がついてますからここは一体誰ですかになりますそしてあの計画は到底成功するでしょう,こう到底を使うとき後ろはできないの表現ですからこれも違います じゃ、正しい言葉は何ですか。あの計画は。必ず成功するでしょう。で、三番、タバコはここでは到底吸わないでください。え、到底のしはできないの表現が入るので、これも違います。で、ここは、タバコはここでは。絶対に吸わないでください。四番が。 このような条件では我が社としては到底受け入れられません。こうできないの表現が入ってますから、4番が正解になります。言葉の用法、関する例文でチェックをして正しい例文、正しい言葉をチェックしていってください。これがだいたい語彙の語彙の部分での練習方法ですね。じゃあ今度は文法ですね。言語知識の文法の方を見ると。 まず文法の方よく皆さん文系文系と言いますけど文系だけ覚えてもねできる問題とできない問題がありますで1番の問題不況の影響で多くの企業が事業の縮小延期さらに事業からの撤退何々余儀なくされているここで出てくる文系は余儀なくされているです余儀なくされているこれ N1 の文系215と書いてありますけどこれは こう皆さんが勉強するときに多分こ,うこちらから出すと思いますけどこの「文文でですすすねここの文型書のの番に入っていいますよというんですこの余儀なくされる」必ず「を」を使う文献なのでこれはもうこの文献だけを知っていれば答えは「を」だなすぐ出てくると思います。「余儀なくされる」これ中国の意味そして日本語の意味「余儀なくされる」と「させる」2つありますよここがポイントになります。 でこの余儀なくさせるをこれだけで覚えてもあまり意味がないので余儀なくさせるでではじゃ実際に例文も作ってみてくださいそういう練習が必要になると思いますで、OK、じゃあ続いてもうちょっといくと二番の問題だと尊敬語謙譲語の問題になりますこれも試験では必ず一つは出てきますね年末を迎えお忙しい毎日をお過ごしのこと と何々ですが、おかわりありませんでしょうか？この時はこの括弧の中にどんな言葉が入るかを考えてください。この場合だと年末を迎え、お忙しい毎日お過ごしのことと。思います。の意味が入ってきます。じゃ、括弧の中にどんな意味が入るかがわかれば、あとはこの思います。の尊敬語謙譲語はどれですか？を考えていきます。そうすると。 まず「いたします」いたしますはしますの謙譲語「承ります」これは「承ります」「受け入れます」「了解しますの」の謙譲語「存じます」「存じます」は「知っています」「思いますの」の謙譲語」「申し上げます」は「言いますの」の謙譲語」。 もうこれがわかれば、じゃあ、答えは三番だなというのがわかると思います。ここまで大丈夫ですか。そして、さらにね、文法の問題、もう一つだけチェックすると。これが最近の N. 1 N. はではよく多い問題ですよね。駐車場についてから、車から。ついて、車から、何何、ざーっと大粒の雨が降ってきた。じゃ、ここもね、ここに入ることは、まず考えてください。 カッコの中にはどんな言葉が入りますか。それがポイントです。でここに入る言葉は、車から車から出ようと思ったらすぐにざーっと大粒の雨が降ってきたという意味になります。じゃあこれがどれが答えですかは、とたんとたんは N 通の文法ですね。で出ようとする移行形とするとか出るようにする。 辞書形ようにする全部 N2N3 の文法ですこれを混ぜた形で N1 では出てきます途端につれて通するようにするこの意味が全部分かってますかこの意味が全部分かってると答えはまずこれでしょうねタートタンが思ったらすぐにが出てきますタートタンタートタンじゃあと出ようと思った自分の気持ちを言うときは する直前ですから移行形とするなので出ようとしたで二番が答えになります単に文型を覚えているだけでは実際には使えません実際にどんな使い方をしますかと文型と文型組み合わせて覚えるそこがポイントになると思います文法の勉強大体ここまで大丈夫ですかでは読解の方の説明をしていきたいと思います読解問題皆さんがいつも難しい難しいと言っている問題ですけど 読解には読む技術があります読む技術スキルですねこれが分かっていればどんな文章でも大体は読めると思いますじゃあ読解のスキル技術まず最初は何ですかこの読解のスキルで一番大切なことがまず文の骨を読むということです文の骨を読むどういうことですかでは例えば一番の文章ね。A 詩は 最近開発が進んで大きい工場や企業の進出、デパートやショッピングモールの開店なども盛んになり、人口も増えてきたが、まだまだ自然が残っている。ここで多分皆さんの中にはショッピングモールってなんだろう、どういう意味だろう、盛んってなんだろう、知らない単語もあるかもしれません。でも読解のときは単語知らない単語はもう無視して、試験中に辞書を調べることはできないですから、わからない単語は無視する。 じゃ文の骨を読むどうやってしますかまずは主語を示す主角を示す和に「丸をつけてくださいそして丸「丸のところにスラッシュを入れますそして一つの文章の中で主角のついている「和」は必ず文末につながりますからここは「英詞は「何々々何々何」々でもまだまだ 自然がが残っているこれが文の骨ですねですから質問「筆者は A 氏はどんな町だと言っていますか?」。工場や大企業も多くなりデパートなどの商業施設も増えてきた町開発も進み人口も増えてきて賑やかになってきた町多分皆さんはデパート工場デパート人口いろいろ文章入ってますからこれを選びやすいんですけど実際は文の骨は 英氏はまだまだ自然が残っているここが文の骨ですから答えは三番になります開発も進んでいるが自然も多く残っていますこれが文の骨を読むという技術になります和に丸をつけて丸のところで必ずスラッシュをやるで、和は文末につながるこれが技術の一つ目ですそれから他にもじゃあこれも、ね、今の 文の骨を読むと同じ練習ですけど幼かった私にとって祖父母の店で雇っていたというその男の記憶は私を抱き上げて弁当の卵焼きを食べさせては美味しいかと尋ねる温かな太い声だけであったです。ではこの文の内容と合うものはどれですかです。この文の内容と合うものはどれですか 祖父母は自分の店の卵焼きをよく私に食べさせてくれたその男は祖父母の店の卵焼きを食べてはおいしいと言っていた私は祖父母の店で雇っていた男が作る卵焼きが大好きだった私は幼かったのでその男のことをはっきりと思い出せない皆さんは多分この文章を読んで祖父母の店で雇っていた卵焼きおい、ね、しいかと尋ねるいろんな単語を読んでしまうと思います でも文章で必要なのは文の骨なのでまず幼かった私にとってですね私にとってその男の記憶はここに和がありますその男の記憶は私にとってその男の記憶はここスラッシュです温かい太い声だけであった。 私にとって男の記憶は声だけだと言っているんですですから声だけですからこの私は男の人のことをはっきり覚えてないよと言っているんですですから答えは三番四番になります私は幼かったのでその男のことをはっきりと思い出せない多分皆さん一番二番三番と間違えてしまう人も多いと思います しかし、こう文の骨を読む。そこがポイントですね。和に必ず丸をつけて、文末の丸のところにスラッシュを引く。では、和は文末につながる。まず、これがスキルの一番目になります。それから、他にもあと、すきね、読解の技術、他にもたくさんあるんです。もう一つだけ、ね、指示詞の内容。指示詞の内容は必ずチェックする。これをね、いつも覚えてください。例えば。 幼馴染の山田が家に来たここで「スラッシュですね彼はお金に困ると私のところに来る」。彼は「和」で丸をつけてスラッシュ。で嘘の話で私を騙してお金を借りていくのだスラッシュ。今日も彼の話が始まったスラッシュ。でそれはいつもの嘘だった。それはいつもの嘘だった。 それが私にわからないはずがないのだが、彼もそれを知っていながら嘘を言い続けるしか方法がなかったのだ。ここでまたスラッシュ。じゃあ質問はそれの内容は何ですか。じゃあここのそれですね。質問になっているのはここのそれの部分です。しかし、とこの文章にはこれ以外のそれも二つありますね。 ここのそれここにもそれがありますそれぞれの内容必ずチェックしていくことが必要じゃ幼馴染の山田が家に来た彼はお金に困ると私のところに来る嘘の話で私を騙してお金を借りていく今日も彼の話が始まったそれはいつもの嘘だったまずこのそれは何ですかそれは 彼の話ですね彼の話はいつもの嘘だったそれが私にわからないはずがないこのそれは何ですかこのそれはいつもの嘘ですね。いつもの嘘が私にわからないはずがないここは文系文法ですねわからないはずがないはずがないですからわからないはずがないはこれわかりますかわかりませんか で「私には分かる」の意味ですね。いつもの嘘が私には分かるのだが彼もそれを知っていながらながらは「しかし」「だけど」の意味でしたね。知っていながら嘘を言い続けるしか方法がなかったのだ。じゃあこの「それ」は何ですかこの「それ」は私が分かっていることですよね。 彼も私が分かっていることを知っていますでも嘘を言い続けるしか方法がなかったのだこの意味ですからそれの内容を一つずつチェックしていくとじゃこの問題になっているそれは何ですかそれはいつもの嘘じゃあ,ありません。お金借りたこと彼の話私が嘘だと知っていること答えは4番になります。指示詞の内容は必ずチェックしながら読んでいくね。 和に丸をつける文末にスラッシュ入れる指示紙の内容を必ずチェックする他にも技術はいっぱいありますそれを授業の中で一つ一つチェックをしてくださいこの辺が読解の方法になりますここまで大丈夫でしょうか <laughs>、はい、では次にね、こう懲戒部分懲戒部分についてちょっと確認をしていきたいと思います N1N2 の懲戒どちらも共通してます問題は5種類です課題理解ポイント理解概要理解 即時応答統合理解5種類の問題があります1から5までの各問題にはそれぞれの聞く技術があります読解には読む技術があります聴解には聞く技術がありますそれ,をそれぞれの問題ごとでチェックすることが大切になります例えばこの課題理解課題理解のポイントは3つですするべきことを理解する 優先されるる課題をを判断する条件を整理しながら聞くで,す、ね、では実際にこれやってみるとどうなりますかでは CD 聞いて答えを選んでくださいなんですけどねじゃあここにこう問題がありますじゃ実際に CD ね聞いてみるとどうですかって会社では男の人と女の人が話しています女の人はこれからまず何をすればいいですか一番先にすることですね マイク準備アンケート用紙15分追加アンケート用紙印刷アンケート用紙の内容を上司に見せるじゃあこれ CD をこう聞いたと考えて文章を見ていきましょうね文章を考えるとこれが CD の内容です佐藤さん明日の説明会の資料をもう印刷できたはい50部印刷しました50部かもうちょっと欲しいなあと15分追加できないはいわかりました でここを見たところでまずアンケートの資料15部追加ここがちょっとチェックできますね。でその後あとアンケート用紙がまだなんですがまだなんですが、えっと、できたら印刷して追加の15部と一緒にお持ちすればいいですかじゃあアンケート用紙にも印刷ですかでもここがポイントになります。 内容を確認したいから、内容を確認したいから、先に見せて、で後で追加の資料とまとめて印刷すればいいからね。あ、明日マイクあった方がいいよね。それはもう会場に準備してあります。このそれはマイクなので、マイクはもう必要ないんですね。じゃあここでじゃあどれが答えですかを選ぶと。 まず説明会の準備ですか説明会の追加ですかでも男性がさっきこれ否定していましたアンケート用紙も印刷も嫌と否定していたのでこの2つが消えます一番最後にマイクはもう準備してある女性が言っていたのでやっぱり男性が言っていたこの言葉ですね先に先に見せてこの言葉がポイントになります答えは3番ですねですから こうポイントになる表現ね。CD 聴きながら、CD を聴きながら選択肢に丸バツなどを書く。で、その際にポイントになる表現をしっかり聞く。で、このポイントになる表現が問題によってそれぞれ違います。課題理解ではこれ、ポイント理解ではこれ。この表現を少しずつこう覚えていってください。これが懲戒の問題の対策になると思います。